西の国のプレイボーイは、アイルランドの劇作家、ジョン・ミリントン・シング作の三幕ものの劇曲で、1907年1月26日に、ダブリンのアビーザで上演された。日本語タイトルには、西の国のプレイボーイのほか、西の国の伊達男、西国の伊達男などがある。1900年代初頭、アイルランドの西岸、名誉県にあるマイケル・ジェームズ・フラハティのパブを舞台と、 する芝居である。父親を殺害したと言って、故郷の農場から逃げてきた、若い男、クリスティ・マホンの物語である。クリスティが逃げてきた先の村の人々は、殺人の悪を断罪するよりは、その話を我がことのように楽しむ方に関心を持つ。実際、この話のせいで、フラハティの娘でパブを切り盛りしているペギー・マイクは、クリスティに、ロマンティックな関心を寄せるようになる。 シングはアイルランド人の女上司のような話ぶりを称えており、この芝居はアイルランド語の影響を強く受けた、アイルランド英語を指摘かつ感情的に駆使した、セリフにより非常によく知られている。初演時に暴動が発生したことでも有名である。アイルランドの女優セーラーオールグッドと JK ケリガン、ボストンのプリマス座にて1911年、名誉圏の西岸地域で、 クリスティマホンがフラハティの居酒屋に転がり込んでくる。クリスティの言い分によると、親父の頭に隙を突っ込んで殺してしまったので、逃亡中だという。フラハティはクリスティを大胆だと言って褒め、フラハティの娘でパブを切り盛りしているペギーンはクリスティに惚れてしまう。ペギーンに夢中で形の上では婚約していることになっているショーン教・キは気が気ではない。しでかしたことが物珍しく。 また話をするのもうまいので、クリスティは街の英雄になってしまう。他の女たちもこぞってクリスティに心を惹かれ始め、カフ、クイーンはショーンの頼みもあってクリスティの気を引こうとするがうまくいかない。クリスティは遅いロバを乗りこなしてレースに勝ち、このことでも村の女たちの人気を博す。ところがついにクリスティの父である魔法の親父が現れる。魔法の親父は 怪我をしただけで、居酒屋まで、クリスティを追ってきたのだ。町の人々は、クリスティの父が生きていたとわかると、ペギーンを含む全員が嘘つきの卑怯者だとクリスティを、避けるようになる。ペギーンの愛と町の人々からの尊敬を取り戻すため、クリスティは再び父を襲う。今度こそ魔法の親父は本当に死んだように見えたが、クリスティを褒めるどころか、町の人々は、 殺人の重犯として巻き込まれるのを避けようとペギーンの温度でクリスティを公主刑にするため縛り上げる。殴られて血まみれの魔法の親父がその場によろよろと戻ってきたためクリスティの命は助かる。魔法の親父は息子の二度目の襲撃からも奇跡的に生き延びていたのであった。クリスティと魔法の親父は出て行ってしまい、ショーンはペギーンにすぐ結婚しようと申し出るが、 ペギーンはそれを一周する。ペギーンはクリスティを裏切って失ってしまったことを嘆き、西の国でたった一人のプレイボーイを失ってしまったという。いわゆるプレイボーイ暴動は1907年1月、芝居の初演中に起こった。暴動は、芝居の内容が公衆道徳への侮辱であり、アイルランドに対する侮辱であると考えた、アイルランドのナショナリストが引き起こしたものであった。 暴動はダブリンでアビーザから外へ広がり、ダブリン死刑の出動によってやっと沈められた。芝居がどうやら父親殺しであるらしいものに関する物語に基づいていることも、人々が敵意を剥き出しに反応した理由であると考えられている。新フェイント党首であったアーサー・グリフィスはこの芝居を国評し、ナショナリストが先導を行った。さらにその上、観客は、 下着一枚で、女たちが立ち並んでというセリフのシフトの部分に対して、アイルランドの女性の美徳を侮辱していると考え、これを口実に相当な数の群衆が暴動を起こし、これ以降芝居のセリフの内容はほとんど聞こえなくなった。それにもかかわらず、出版界はすぐ暴動を起こした人々に対して批判的意見を表明し、抗議した人々の勢いもなくなっていった。 暴動収束までは一週間ほどかかった。数年後、ウィリアム・バトラー・イエーツは、ショーン・オケーシーの平和主義的な芝居、月と星に対して、暴動を起こした人々に対して、プレーボーイ暴動を引き合いに出して、批判をした。この、イエーツの発言は、オケーシーを元にした、架空の劇作家キャシディを、主人公とする1965年の映画、若きキャシディでも惹かれている。 この芝居の上演は1911年、アメリカ合衆国においても、さらなる騒乱を引き起こした。ニューヨークの初日の夜には、人々が、ヤジやブーイングを飛ばし、野菜や悪臭爆弾を投げ、通路では男たちが特っくみ合いをする始末であった。劇団は、フィラデルフィアで逮捕され、不道徳な上演を行った角で告発された。この告発は後に却下された。 原作通りの古典的な演出としては、ゴールウェイを本拠とするドルイドシアターカンパニーが1975年からこの芝居を継続的に上演している。2011年にはイギリス、ロンドンのオールドビッグシアターでジョン・クローリー演出による上演が行われ、ロバート・シーハン、ニー・ブ・キューザック、ルース・ネッカが出演した。本作は舞台で何度も本案されている。 1912年、ジルバラとチャールズ・エイチ・フィッシャーがこの儀曲を、西の国の英雄、デアヘルド・デ・ウェスター・ランズあるいはデアヘルド・デ・ア・ウェストリカン、ベルトというタイトルでドイツ語に訳し、ゲオルグ・ミューラーに出版させた。ベルリンでは、マックス・ラインハルトのカンマーシュピーレで、ウィーンではシン・ウィーン劇場で、ミュンスターでは、私立劇場で上演された。 1973年には国立のアイルランド語劇団であるゴールウェイ劇場がショーンをキャラによるアイルランド語版のホーアン・ブーヒル・ベアー・アンドーマン、サイヤーを上演した。1984年にはトリニダード・トバゴの劇作家、ムスタファ・マトラが正規転換期アイルランドから離れて1950年代のトリニダード・トバゴを舞台に西インド諸島のプレイボーイとタイトルを変えて、 本案を行った。2006年、北京郊外の美容院を舞台にした北京五番の本案劇が北京オリエンタル劇場でアイルランドの現代劇団パンパンにより制作され、上演された。この上演は、セーラ・タンジーにあたるキャラクターを演じたシャシャのスカートが短すぎると、観客の一人が苦情を言ったために議論を呼び、この苦情の後は、警官2名が上演に付き添うことになった。 2007年9月、本作は、ビシアディガンとロディドイルによる現代版でアビーザに戻ってきた。西ダブ人の郊外を舞台にした、すりこぎで父を殺したと主張するナイジェリア出身の難民、クリストファー・マロモの物語である。1975年に、ギーゼル・ヘル・クレーベによる、本案オペラ、真の英雄が、チューリヒ歌劇場で上演された。2003年には、 マーク・オールバーガーによるオペラ版が2007年8月23日から26日にかけてカリフォルニア州オークランドにあるオークランドメトロオペラハウスで GHP SF キャバレーオペラにより上演された。ケイト・ハンコックとリチャード・ B ・エバンズ作のミュージカル版がシアター・ビルディング・シカゴで行われたステージズ2 0 0 5音楽祭で初演された。2009年には ブルーリッジのゴールデンボーイというタイトルのミュージカル版本1ンンがニューヨークで初演された。ピーター・ミルズが作曲、ミルズとキャラ・レイチェルが台本を担当しており、このミュージカルは物語を1930年代のアパラチアに移して、ブルーグラス風の音楽をつけたものであった。1962年に映画版西の国のプレイボーイがアイルランドで制作されており、 ブライアン・デズイモンド・ハーストが、脚本、監督を務めた。シワーン・マッケンナが、ペギーン、ゲイリー・レーモンドが、クリスティ、エルスペス・マーチが、カフ、クイーンを演じ、音楽は、ショーン・オーリアダが担当した。1994年には、テレビ版本案、パリかどこかが作られた。サスカ・チュワンの田舎を舞台にしており、カラムキースレニーが街にやってきて、父を殺したと言い張る、若い、 アメリカ人の農夫クリスティアークを演じた。この話で街中を魅了し、特に地元の天守圏密造修行者の娘ペグの心を引きつける。台本は小説家のリンゴワンによるものであった。ありがとうございます。